おはようございます、たかしです。本日は11月4日木曜日、ただいま7時17分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。現在は日足エリオット波動の5波目を進行中と考えております。昨日は昼間夜までですね、ほとんど動かなかったんですが、結果的には夜から結構動き出しまして、大きな陽線で引けております。この調整の下落に対して、その下落が終わったのかなと見えるような陽線ではありますが、今一旦の節目に来ておりますので、本日ここを上抜けできるかどうかっていうところがポイントと考えております。今 GMMA とは一旦接触して、そこからの急上昇となっておりますので、このまま5波に回帰していくのかなというふうにも見えます。ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしてきました。ただマクディがまだ下落モメンタムを維持しておりますので、上げても一旦下げてくる、もしくは上げ渋る、そのような展開になるかなと考えております。では4時間足です。4時間足でも今はエリオット波動をイメージしておりまして、今4波から5波に入るところと考えております。一旦はここの安値からこの高値に引いたフィボナッチリトレースメントのここ 38.2%、 このオレンジのラインなんですが、そこをタッチしに行きまして、一旦下落のターゲット達成、そこからの今上昇となっております。ただ問題が、今までここですね、この辺156円から 155.7 付近、この辺っていうのは今までずっと意識されてきたラインなんですね。今そこに差し掛かっております。今のところ上抜けしそうな雰囲気にも見えますが、今まで何度も支えられてきたところですので、ここがレジスタンスに変わってここから下落するのかという感じもします。現在ストキャスティクスは高値圏にあります。そしてここのオレンジの切り下げラインですね、その付近までも来ておりますので、ここを今上抜けできるかっていうところが大きく分かれ道になってくるのかなと考えております。そしてこの青の GMMA ですね、過去にここの辺で抑えられて下げてきておりますので、今またここの GMMA に今接触してきております。ここから再度下落するのか、それとも今 GMMA が横向いてきてますので、このまま上抜けするのかなっていう感じもしますが、今は一旦いくつもの抵抗体の付近にありますので、ここから上げられるのかどうなのかっていうところです。もし今のポイントを上抜けできれば、次は一旦157円付近、この高値付近を目指して上げてくると考えてます。そしてその次は158円ぐらいということで、今一旦ここを抜ければ5波に入ったのかなというふうに考えられます。ただ本日はここを抜けてこられるかどうかっていうのが大きな分かれ目になっていると考えております。もしここから下落してきた場合ですね、一旦はここ 38.2% の 154.781 というラインをもう一度目指して下げてくるとは考えますが、今1回タッチして上げてきておりますので、次2回目のタッチの時はもしかしたら下抜けする可能性、もし下抜けすると次は 50% のライン、ここ 153.721 というところを目指して下落すると考えています。では1時間足です。現在ストキャスティクスはもう高値圏に張り付いておりますので、機能していないのがわかります。マックディはずっと強い上昇を保っておりますね。で、昨日ツイッターで言ってたのがこの辺ですね。昨日1日ほぼほぼだったんですが、ずっとチャートは横ばいにもかかわらず、マックディがずっと上昇を維持してたんですね。なのでダイバージェンスのような形に見えますねっていうことをツイッターで言ってましたが、一旦ここでね解消されそうになったので、ここから下落するのかなと思ったんですね。で、そこからの上昇だったんで、結果的に見てみればここのダイバージェンスからの上昇というふうには捉えられますね。そして今はここの黄色のラインです。ここ156円付近なんですが、この付近に差し掛かってますし、今ここですね、この高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% がこの白いラインなんですね。今その辺付近を目指して上昇していると考えてます。そしてこのラインっていうのはここのオレンジの切り下げライン付近でもありますので、この辺は比較的大きな抵抗になるんじゃないかと考えております。それから現在日足4時間足は上目線ですが、1時間足だけは下目線なんですね。1時間足は高値を切り下げてきておりますし、安値も更新してきておりますので下落トレンド中、 GMMA もずっと今下向きに来てますので下落トレンド中っていうのがわかります。今はその GMMA がクロスして上向きになってきておりますので、今ここからもしこの辺で反発して下落してきても、次また GMMA に支えられて再度上昇するんじゃないかというふうには考えてますが、1時間足の直近安値の戻り高値、この辺ですね、この辺何度もヒゲが出て返されている部分ではあるんですが、この辺付近を目指して今は上昇してきているのかなと。そしてここを抜けますと、1時間足単位でも目線が上向きに切り替わりますので、つまりここのオレンジのラインですね、この辺を上抜けてくると目線は1時間足も上目線、そうなると積極的に押し目買いがしていきやすいのかなというふうに考えております。
現在はですので、ここの付近を今抜けられるかどうか、今結構上げてきてますので抜けそうな雰囲気にも見えますけれども、ここから抵抗が増えてきますので、ここでどうなるかっていうところが今日は一旦のポイントかなと。そしてここを抜けてくれば押し目買い、それでここの辺では今一旦抵抗になると思いますので、この辺、このヒゲ先とかこの辺ですね、ここ何度もヒゲが出ているところですので、この辺ではショートをかけていくのもありなのかなと思っておりますが、基本的に4時間足日足ともに上目線ですので、上抜けしてくる可能性も高くなっておりますので、ショートされる場合は注意かなと考えております。現在は4時間足ストキャスティクスもデッドクロスしそうになってきてますし、その辺がデッドクロスしてくるとこの辺でのショートもありなのかなというふうには考えてますけれども、その場合は次 GMMA が上がってきたところでもう一度反発して上がってくる可能性もありますので、短めの利確の方がいいかなとは感じております。でもしここ 38.2% までまた下落するようなことがあれば、ここでのダブルボトムでの上昇を取っていければと考えております。それから本日21時に BOE の政策金利発表がありますので、その辺付近は動く可能性がありますし、トレードは控えた方がいいのかなと考えております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。